Yodai. Oh. Rei no are. Motte kitan yoro na. Ah. Magai mon wa issai nashi. Douji magumi keiyu de shiireta shoushin shoumei no honmon ya. Kenjū wa zenbu de 6 chō. 1 chō ni tsuki 6 patsu utte ru toshite 36 patsu hassha de iru. 36 patsu ka. Aite wa ue no yoshiharu to sono ba ni iru seiwakai no renchū zenin. Konai na toko yobi dashite nan no tsumori nan su ka? Shibata. Tanpou chokuryū ni iimasu. Kyō no 上野義春の襲撃。真島さん、行かないでください。どうしてそれを？あなたと冴島は今日、出所直後の上野義春を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。 このまま襲撃の会場、堂島組長、八島の3人も迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺どうしたらいいんじゃ。真島さん、あんた俺に兄弟裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせえちゅうんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構えん。 俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃあなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、 失望したで、真島。島の親父、極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらいわかっとると思っとったな。親父、兄弟は冴島はどうなったんですか。 教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父、安心せえ。別に殺しはせん。せやけどここにぶち込まれた奴はみんな 殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。 Yeah.
いらっしゃいませ。
ありがとうございました。 Huh?
おい。え？はあ。いらっしゃいませ。そこの殺すぞ、こら邪魔だ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。え？いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく。あんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日は公園で待ってる。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。何やって？
Mm-hmm.
せや。
んできませんか。いらっしゃいませ。UFO や。素直に I love you 届けよう、きっと You love me 伝わるさ、君に似合うガラスの靴を探そう。え？
してください。まあ、金は払うとけば文句ない。お、こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みただけって言ったじゃねえか。ほら、座れよ。 何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こっちにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ。 10万する蓬の懐石だの、 100g1万松阪牛だのなんだの、 高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の 80円の大根が一番うめえ。ふふ、金ってのは一体何なんだろうな。 なんだよ、最初の。あんたが横におって気持ちを飲めるか。<笑>もう2年にもなるか、お前との付き合いも。 あの島の兄弟がなんでお前みたいなやつを生か。<笑>まあわけわかんねえよな。極道の世界、波紋、絶縁、その辺ならまだいいが、お前は穴蔵行きっていう、その。だが穴蔵での業に1年間も耐え抜いたまよ、耐えたお前のたくさも信じられねえけど、
何より一度穴蔵に落としたやつをあの島だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴そして大門違いの兄弟分である俺にお前は預け仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか。さあ俺が聞きたいくらい案外理由は単純でただ単にお前のなんだよつまんねえやつだな。なんでお前そんなに登場下に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっかいがこんなバスに耐え続けてまで。冴島大河だけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって18人殺しの冴島大河、登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場会の復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。俺を殺す。殺しに。ああ、何でもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場会でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分、登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。あなたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお前人を一人殺せるか。殺し。ああそう。なんで俺がそんなようなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか。もう知ってもか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前な金儲けさせた上に。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰それ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。その牧村って男は。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。テレクラで牧村の息のかかった女を探すちゅうことか。
仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はそら確かな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しておくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そう。やった瞬間、極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として。そうか。ごちそうさん。こっちの分もこれで、あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ。食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。
もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど。うち？あっこちゃんか。あの、何よ。せやけどめっちゃだるいやもん。何や自分。うん。あこちゃん、照れく…せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探せんねん。ほな、ドキドキな。会う会わへんはどないしてきた。まあ元気やな。別に誰でもええって。あ、そうや、五郎さん、消すみしては…ん？うん、うちそういう…しとる言うたら。え、ほんまにしとるんやったら。なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてせやから、もし入れ墨しとる人がおったら般若や。え、俺のせいには般若が入っとる。ところでアッコちゃん、おっ、ん？何？牧村誠って知っとか？ちょ待ってくれ。何？いいやな、俺実はフリーのライターやっててな、ま、それで牧村藩を知ってる人から話聞きたい。アッコちゃん、牧村藩のことを何か。せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺はそれで絶対アッコちゃんにも。牧村、ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら、あ、いわ、五郎さんはグラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結ぶ。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな、今から岩押しで待っとるで。そうしたら後で。僕、絶倫だから。よっ。ああ。おい、いいよ。
あ、ねえ、どうです？帰る前に楽しいことしてたよ。ちょっとだけでも一緒に乗ってもさみしい。かんや言うても世の中金やで。Ooh. Ooh. Ooh.
やて？なあ。お。せや。やって？ええ。
んやで。ええ。何やって？Take this.
Mm-hmm.